孫市は越前に攻め寄せた織田軍を叩き、これを敗退させた。だが絶え間なく続く織田軍の攻勢によって、もはや信長に抵抗できるのは一騎衆のみとなっていた。俺はいつだって思うようにやってきた。嫌になったらやめるさ。第4話、享楽抵抗戦。この一発で。天下は信長に帰した。この上は抵抗もせんだし、いかんながら信長に降伏するも方便。城南は吉名、ここで投げ出したら今までの意味がねえ。俺は信長に鉛玉を見舞う。それだけだ。なんだか銃も重いぜ。まずは敵さんの入り口から潰さないとな。抵抗は無意味であろう。手取り絵を受け入れるべきではないか。よしなよ、無意味だの無価値だなんて言うな。お前だけで死ぬんだ。無価値な命も無意味なことも。敵将、討ち取ったぜ。お見事な腕前です。皆の者、かかれ。敵将、討ち取ったぜ。身はおしまい。この志を。遅れは取らぬぞ。続け。皆の者、かかれ。手ごわいな。皆の者、かかれ。お見事な腕前です。また火をかけようってのか。相変わらずだな。今日の街を見合わせようか。我らは敵将、討ち取ったぜ。お見事な腕前でございますな。敵将、討ち取ったぜ。あなたみたいな人嫌いじゃないわ。遅れは取らぬぞ。続け。
皆の者、かかれ！敵将、討ち取ったぜ！強すぎるよ！そこか。やはり幸福の他に道なし。わしが死ねば全ては失われる。諦める！なぜ自分の手で道を切り開こうとしない！さて、信長殿に幸福の挨拶が敵将、討ち取ったぜ！孫石殿、しっかりなされよ。最下衆は常にあなたの味方ですぞ。そうだったな。俺の戦はあいつらのためじゃない。俺を信じてくれる者と俺自身のためのはずだ。か弱き女性のためか。俺の狙いはこちら、信長の人。それだけだ。剣女が信長に会う前にやるしかないな。奴に気づかれずに近づくためにはあの屋根しかないな。果たせないとは。誰だ。もう目は取らぬぞ。いや、どういうことじゃ。来たか。覚悟はできております。あるよ。最初に回る滅びの始末。いや、違う。せっか、気づかれたか。こうなったら正面からやるしかないな。
けるわけにはいかぬぞ。敵将撃ち取ったぜ。お見事な腕前で。そうか、孫よ、天女のあの姿見ておらぬか。それでもまだ信長に逆らうか。剣女も本願寺もない。これは俺の戦だろ。ウヌの腕ではその戦続けられまい。敵将討ち取ったぜ。ウヌごときに何ができるか。戦は終わりだ。俺の戦も本願寺の戦。あばよ、みんな。この銃に狙われたら逃げられないぜ。悪かったな、仇取れなくって。俺はいい加減だからな。まあこれからも好きに生きるさ。